森山栄一森山栄一12月17日から1956年6月9日は、大正から昭和前期の法制官僚、政治家、弁護士、貴族院直線議員、法制局長官。現在の三重県桑名市で、伊藤家門の三男として生まれ、森山兵助の養子となる。 1914年7月、第8高等学校一部兵を主席で卒業。1919年7月、東京帝国大学法学部法律学科を卒業し、同月、内務省に入り内務属、土木局公営課に配属された。1920年10月、高等試験行政課試験に合格。その後、県警察講習所教授、埼玉県史学館、 帝都復興委計画局制度課、復興局事務官、長官官房計画課などを歴任。1924年12月、法制局参事官となる。以後、将軍局初期官、行政裁判所表情官、法制局第一部長、同、第二部長、企画長常任参与、企画院参与などを歴任。1941年10月、 東条内閣の法制局長官となり1944年7月まで在任。1943年1月14日、貴族院直選議員に任命され1946年5月15日まで在任した。1946年12月に弁護士登録を行い、同年から1951年8月まで公職追放となった。その後、 1952年8月から1954年7月まで東京都地方労働委員会会長を務めた。ありがとうございます。